犯人が特定されているのにもかかわらず未解決事件の事件がある。えこれちょっと闇あるな。触れてはいけないところっぽい感じはするけど、嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。皆さん、今日は怖い都市伝説を持ってきました。では、セキズラだ。セキズラなんか、関川順次にしてください。俺はだいたい怖いやつ持ってきました。怖いな、関川順次で。関川順次、お越しいただきました。はい、ありがとうございます。自分で言うんだ。皆さんね、未解決事件って知ってますか？はい、未解決事件ありますよね。未解決事件というのは、もう迷宮入りしてしまって捜査すらしなくなってしまった事件のことを指した。怖い、はいはいはい、ありますよね、未解決事件。時効です。日本国内で最も怪奇的な事件があります。犯人が特定されているのにもかかわらず未解決事件の事件がある。えすごくない？犯人分かってんの、うん、なのにもう未解決、もう終わったの。こちらの事件が北関東連続誘拐事件。栃木県と群馬県、県境を周辺として約20キロ圏内だけで5件起きてしまった誘拐事件です。そのうち3件は渡良瀬川っていう川の周辺で起きてまして、5件がその連続誘拐事件、北関東って言われるんだけど、そのうちの3個も、まあ、同一犯って言われてて、その3個は足利幼女連続誘拐事件ってなってる。足利で起きたってことか。なんか聞いたことある。やばい、結構ね、回数やってんのにね、なんか手がかりとかいろいろ使えそうじゃん、そんだけやったら。そうなんです。事件名が2つあるんだね。そういうことですね。その事件についてお話をしていこうと思います。おー、よろしくお願いします。怖いですよ。喋り方が怖いな。その事件、まず共通点が結構あります。まず1つ目、4歳から8歳までの幼児が被害者となっております。あー、やっぱ子供なんだね、やっぱり。二つ目が、パチンコ店で誘拐が起きているのが、そのうち3件あるという。パチンコ店に子供がいるということなんですけれども、まあ多分親とかが一緒に行って、無防備になった子供がさ、そういうノリかね。でそのうち3件が、河川敷で白骨解体となっています。で、行動パターンも、土日、祝日のみ、休みだしね、みんなね。はい、これらの点から同一犯の犯行であると。お前の犯人か。俺が、俺なんか。いや、お前やん、幼児といえば。やめたよ。あ、俺、俺のこと言ってた。ちょっと詳しい情報、細かいのがありますので、被害者の情報はちょっとこちら見させていただきますね。一人目、1979年、足利市。家の隣の敷地内から消えていて、河川敷のリュックの中から死体として見つかりました。もうやだ、もうやだ。バラバラとかじゃないじゃん。もうやった。だって入らないでしょ、リュックに。多分バラバラなんじゃない。うん、まあその可能性高い。やばくて。2人目、5年の月日がなんと流れます。次も栃木県足利市。家族とパチンコ店へ出かけていて、一人で遊ばせているうちに失踪。畑の中から白骨遺体として見つかりました。何してんだよ。もう3人目、3年後ですね。8歳の子が殺害されます。公園で失踪し、河川敷で白骨化遺体と。4人目もまた3年後。もうこれの時点で10年間かかってます。あー、すごいね。また栃木県足利市に戻りまして、家族とパチンコ店へ出かけた少女が河川敷で遺体として見つかります。いやー、もうここで犯人の異常性がさらにピックアップされるんですけれども、少女の衣類に精液がついていました。うわー、もう、だからもう完全ヤバいやつや。悪趣味だな。おい、なんつったお前。5人目、はい、群馬県太田市。両親とパチンコ店へ行き、店内で失踪。以後、行方不明。店内のこの事件で防犯カメラがもうちょっと普及してたので、うん、店内の防犯カメラに男と話す女の子映ってました。うわー、じゃあもうそこまで分かってんのに。そうなんです。でもサングラスをかけていて。それがニュースで報道されまして、今この男はルパンと呼ばれるようになりました。ルパン、失踪直後にちゃんとお母さんに優しいおじちゃんがいると話してたんですよ。もう油断したところを、はい、でも気づいたところにはもういなくなっていまして、やっと交番に通報したと。でその映像が残っていたので、はい、その映像から、まあ、特徴が割り出されました。鼻がかなり高い。鼻が高い。頬骨が張っていて、おお、顎がやや突き出ています。おお、頬がこけています。お前やないか。お前やないか。これに関しては俺やないか。
やだわもうちょっとびっくりした俺も4人5名の家族全員が一致しまして懸賞金300万円の提示をしました。おー、まあ、すごい。安ないかでも安くはないよ。いやでもご家族だから出せる金額っていうのが、うん、あ家族が出すの300円の提示を出したんですけれども真犯人いつまでたっても捕まっていないと。ここでですね、近所の幼稚園のバスの運転手、はい、で、そのパチンコの常連の方で菅谷俊和さんという方がいたんですけど、はい、この方が疑われました。疑われまして、はい、家宅捜索入りました、はい、そしたら他の人物の待機がついた下着が見つかったんです。もうその人じゃん。まあめちゃめちゃ怪しい。まあそうだね、怪しすぎでしょ。合格よ。で、まあこれでもう犯人逮捕かなと、うん、なりまして、ちゃんとその人有罪判決になりました。え、そういうことだった。見つかりました。終わりじゃん、終了や。ここで終了すればただの事件なんですね。まあそうね。でも違うんです。え、闇があるの。この方ですね、有罪判決が出まして再審要求をします。それ一回却下されるんですけども、うん、東京地裁の方で了解されまして、うん、DNA 鑑定をもう一回やることになりました。その結果少女の体液とそこについて体液が一致しなかったんです。これが昔だ ならではの DNA 鑑定のミス、あー結構ボロがあったわけだな、のか本当に菅谷さんではなかったのかっていうのはもう今物議をずっとかましているんですけど、うん、そこで判決変わりましてなんと釈放されます。さらに闇が深くなっていきます。何この時点で結構闇深いじゃないですか、うん、いやもう最後の事件まで最初から起きた事件からもう20年近く経ってるんですよ。その間もう逃げ続けてるわけですよ。本当に真犯人が違う方ならば、うん、なぜ未解決事件犯人が特定されているのに未解決になったかと言いますと、この間ですよ菅谷さんちゃんと捕まってたわけですよ。でも一応間違ってたってことになって釈放されたわけじゃないですか、うん、これ皆さん何て言うか分かりますか。きた頭いいので出る、はい、冤罪。冤罪。それだそれだそれだ。でもう次経ってるんですよ、うん、20年って時効が約20年から30年なんですよ殺人刑関係は、うん、はいはいはい。だからもうその時点で20年もう経ってるんですよ。で捕まってちょっと経ってますから、まあ、残り5年ぐらいなわけです。こっからが本当に闇です。何さ今度や怖いなぁ。急に10時だった思い出したかな。今井川男子が警視庁のプライドです。警視庁のプライド怖いですけど言うのはね、はい、いらんプライドのせいで掘り返して調べていくことでヒートアップさせていくことで冤罪がより大きくピックアップされていくわけですよ。警視庁のミスが日本中に大きく知れ渡っている。はい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 。DNA 鑑定する側もプライドズタボラになってます。その結果打ち切りとなりました。まあ打ち切りになったかどうかまだ分かんないですけど、うん、まだね冤罪かどうか50-50 みたいな状態である菅谷さん、ルパンが見つかることによって冤罪が 100% になるんですよ。なるほどー。よりなるほど。うやむやにしようと。そうです、うやむやにしないといけない。最低。これを掘りたくないということで、うわ、事実上警察が動けていないという事件なんです。うわ最悪や。だから犯人が特定されているのに未解決事件。うわでもこれちょっと闇あるな。確かに。いやだって長谷さんもうちょっともう言うのも怖いの、うん、触れてはいけないところっぽい感じはするけど、大丈夫です。これあくまで都市伝説です。それ一番に逆に消されたら本当だと思ってください。そう、それがもう、まあ、でも日本のプライド的に消させないです。これいつ頃の事件ですか。最後に起きたのが96。今言ったら多分60後半とかの方なんですよ、ね。めっちゃ亡くなってる説も、うん、まあ、まだ普通に生きてる可能性もある、うん、だから見つけれないっていうのもあるかもしれないけども、うん、ただ一応なんで認めたんですかっていう、あ、そのために関しては、まあ、昔ならではのね、強要。もっと最悪じゃん、バレた。取り調べがもうすげえ。そう、取り縛りで取り調べで、ああもうもう蹴ったりして、お前がやったんだろうって、お前がやったんだろうって、それがきつすぎて吐いたと供述しております。うわもう闇だな。毎日やられたら大変なんですよ。菅谷さんもっと行っちゃえよ、ね、いやだって警視庁的や、いやいやで、普通にどんな理由があったにせよもう捜査してないっていうのは事実なわけだから、うん、闇は深いわけですよ。これ久々のタイプの都市伝説来たね。久々のタイプの都市伝説来たねこれね。もう関川神社はね、こういうタイプの怖い都市伝説。いやじっとりじっとりと怖いね。ということで皆さんね、共通して言えることはパチンコ店に子供は連れて行くな。そういうこと。この事件信じるか信じないかはあなた次第です。あなた次第です。忘れてんのかな。
そうですな。いつもお前らするやんけ、俺が。そういうのやれないから。ふざけてやったんやん。で、お前見えてるからな、ふざけて。お前ちょっと、こうやって、こうやってやっちゃったよ、ちょっと。で、俺がこう言ったら、ざっくりとさ。この事件、信じるか信じないかは、あなた次第です。俺がこう言ったら、ざっくりとさ。お前のは未解決にせえんから。時は変わらない、聞いてくだけ。